エーフェックスツイン、本名リチャード・ D ・ジェームスは、イギリスのミュージシャン、音楽家、作曲家、DJ である。その作曲ジャンルは多岐にわたり、テクノ、アンビエント、エレクトロニカ、ドラムンベース、アシット・ハウスと多彩である。同時に、複数のアーティスト名義を使うことでも知られる。アイルランドのリムリックで生まれ、イギリスのコーンウォールで育つ。イギリスで、テクノシーンが流盛していた時期。 地元で DJ をしていた。この頃から AFX ツインの名義を用い出す。1991年に自身のレーベルであるリフレックスレコーズを設立。同時に他のレコード会社へもデモテープを送り、1991年には TVT レコーズからアフッ f x 名義で後にシリーズ化するシングル版のアナログバブルバスをリリースした。1992年には R&S レコーズから AFX ツイン名義で1993年にはワープレコーズからポリゴンウィンドウ名義でそれぞれアルバムをリリースした1994年に AFX ツイン名義でのリリースが R&S からワープに移る AFX ツイン名義の初期はアンビエントをリリースする名義であったが1996年のアルバムではドラムンベース 2001年にリリースしたアルバムでは、プリペアドピアノを取り入れたりと実験的な曲もリリースする名義になっている。2004年からリリースしたシングルアナロードシリーズではアシッドハウス寄りの曲をリリースしている。2014年、エーフェックスツイン名義の作品としては13年ぶりとなるアルバムシロをリリース。同作は2015年のグラミー賞においてベストダンス、 エレクトロニックアルバム部門を受賞した。ファクトマガジンは1992年のアルバム、セレクテッドアンビエントワークス85から92を90年代、ベストアルバムリストの1位とし、NME は、オールタイムベストアルバムの92位に選出。96年の、リチャード・ D ・ジェームズアルバムは55位に、ピッチフォークメディアは90年代のベストアルバム40位に選んでいる。 またシングル、ウィンドウリッカーは NME の1999年ベストトラックリストの1位にピッチフォークメディアの90年代ベストトラックリストの12位に選出されている。人材を発掘する手腕にも優れておりリフレックスレコーズから独特の才能を持つアーティストを次々とデビューさせた。とりわけ有名なのは私的な友人でもあったルーク・バイバート。 共作のアルバムを発表したミュージック、そして、自らが、ライナーノーツを手掛けた、スクエアプッシャーのいわゆるコーンウォール一派である。イラサリロックフェスティバル2011、ユニバーサルインディケーターシリーズ中、ブルー及びイエローは、コズミックコンマンドことマイクドレッドの作品。ありがとうございます。